改めまして皆様こんにち は、そしておそらく初めまして、という情報が入っているかと思います。この度、来シーズン、この鹿島ユナイテッド FC のお指揮を取ることになりました浅野です。私は、現役の時は主に名古屋、それから浦和、FC 東京、川崎フロンターレというチームで、選手として、プレーをしました。それから代表としても、そんなに多くはないですけれどもプレーさせていただいて、引退後は、サッカー解説、2002年に引退をしたんですけれども、その年からサッカー解説並びに高校の、コーチというところで、解説をやりながら同時に指導の方もスタートさせたというところです。で、2007年の S 級ライセンス所得をきっかけに J のクラブの方へですね、先ほど代表からお話ありましたけれども、湘南ベルマーレ、それから福岡というところでやらさせていただきました。育成の方にも携わっておりますし、カテゴリー的にはいろいろやってきたつもりではありますけれども、しかも昨シーズンから今シーズンにかけては女子の方を見ておりまして、伊賀フットボールクラブくのいちというところで監督をやらせていただきました。今回、このお話をいただいたときにですね、非常にその鹿児島からやはり J のチームをという代表をはじめとする関係者の皆様の熱い思いを非常に感じました。で、私でよければその力になれればという思いでですね、今回のお話を受けまして、で実際こちらに何度か足を運んできましたけれども、この熱意もこの町全体から非常にこう感じられるところもありますし、非常に私としてはやりがいを感じるという思いでいっぱいです。来シーズンは本当に明確な目標がこのクラブにはあります。 J3 昇格の目標を達成するために精一杯全力を尽くして結果を残すために精進してまいりたいという覚悟でこの鹿児島へ行きたいと思っております。僕自身は、鹿児島に縁もゆかりもそれほどないんですけれども、このクラブのその熱意、そして鹿児島市民の皆様の、あるいは県民の皆様のそういう期待にですね、ぜひ応えられるべく頑張ってまいりたいと思っておりますので、ぜひ皆様のお力もお貸しいただいて、球団、選手、スタッフ、それからスポンサーの方々、それからファンの方々、そして皆様メディアの方々、全てがやはり同じ方向を向いてですね、一つにならないと目標というのは達成できないと思ってますから、ぜひ皆様の力を貸していただいて、絶対に来シーズンは目標達成、したいと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。以上です。よろしくお願いします。